何やってるの、ヌーブくん。ロブロックスだよ。すごく楽しい。でも最近同じマップばかりやっていて飽きてきちゃったな。え、そうなの？じゃあカニパンの個人的おすすめマップを教えてあげるよ。やほ、カニパンです。今日はロブロックスの個人的おすすめマップ5選紹介していきたいと思います。1、レインボーフレンズ。悪夢のようなキャラクターでいっぱいのマップ内でモンスターから逃げながらクエストをクリアしていくゲームです。ホラー要素はありつつ、ぬいぐるみのような可愛いモンスターが出てくるので、ホラーゲームが苦手な人にもおすすめのマップです。最近チャプター2っていう新しいアップデートも入って、よりさらに注目が集まっているゲームです。ちなみにカニパンはまだチャプター2クリアできてないので、クリアできた人は高評価で教えてください。2、ペットシミュレーター。これカニパンが今一番ハマってるゲームです。このゲームはのんびりペットを育てるゲームなんですけど、ペットを使ってお金やダイヤを集めることでペットが生まれる卵をゲットできたり、図鑑にペットたちを記録することもできます。ペットに名前をつけることもできるので、ワンちゃんが飼いたい、猫ちゃんが飼いたいっていう人にすごくおすすめです。あ、ヌーブくん、カニパンのペットの名前はなんていうの？チョコ、唐揚げ、うどん、梅干し。全部食べ物の名前じゃん。3、ブルックヘブン。ブルックヘブンは世界で最も人気のあるマップの一つです。マップの中では警察になれたり、はたまた銀行強盗ができたりします。カニパンはいつも学校に行って学校ごっこをして遊んでいます。あ、またヌーブくん、ブルックヘブンの裏技を教えてあげるよ。え、なになに？チャットにウルフって打ってみて。え、ウルフ？わ、ヘッドスピンした。他にも裏技がたくさんあるみたい、探してみてね。4、アバタークリエイターカタログ。こちらのマップは様々なアバターやアイテムを無料で試すことができます。課金はできないけど、可愛い服やアイテムを身につけたいっていう人にはすごくおすすめのマップです。カニパンもよくここのマップに行って可愛い服を選んでいます。5、落書き変身。カニパン最近お絵かきにハマっているんですけど、お絵かきが好きな人にすごくおすすめのマップです。自分の描いた絵に変身することができちゃいます。アニメキャラクターを描いてる人に出会えちゃうかもしれないです。カニパンも何か描いてよ。いいよ。じゃん、これは誰でしょうか。コメント欄に答えを書いてね。はい、いかがだったでしょうか。今回紹介した以外にもロブロックスにはたくさん面白いマップがあるので、おすすめのマップありましたらコメント欄に書いて教えてください。紹介した中にやったことあるマップがあったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。